な声で山根に熱い魂を送ってくれ。ビブナンバー30山根俊樹ジャパン。さあファイナルの舞台、山根俊樹、日本人として初めてこのファイナルに進出、目指すは頂点。何を見せるか、スイッチスタンスからあとわずか。スイッチスタンスからのマッチャイのドリブルコップ40-40、着地のスタンプを取り切れずに、ね、板を相手に回っちゃいましたけど、もう今着地したと思いましたね。見ていきましょう。先ほどよりも、ね、完成度高いですよ。ここからトリプル。さあスイッチスタンスからのミュートクラブしっかりながら、ここからもう一回転するっていうね、バックサイドトリプルコーク。しかもグラブも離さずギリギリでという、すごい。あとちょっとですね、これ勝ったら本当にとんでもないポイントできそうですよ。はい、世界でもトリプルコーク先ほど言いましたけど、ありがとうございます。まだ熱いんですよ。さあ山根俊樹、ファーストエアのポイントは110ポイントです。トゥルシュフロムカナダ、アントワン・トゥルシュも完成度を上げてきています。ファイナルで見せるファーストエア、何を持ってくるか。さあもうね、見てても安心できるようなね、スイッチスタンスからのバックサイドダブルコーク、ダブルコークですね、はい、ダブルコークのステップスピー、はい、3回転半、抜けも綺麗ですね。ミュートクラブ入ってサンプルからもう1回止めて、オンバチュート、グッドバックランディング、もう本当になんか安心できるぐらいの、はい、難易度の高いトリックなのとか思っちゃうぐらいね、ワンローテーション決めまして、着地もしっかり見てからグッドバックランディングしてますね。どうで見ても、もうグラブも長いし、ここでグラブも流している3回転半まで、つま先でしっかり耐えて、さあこのファーストエアのポイント、ここまで上げるのか、アンドラトルション273ポイント、さあシーさん、はい、ファーストエアを終えていかがでしょうか。いや本当にね、トシキのね、あのトリプルコークが立ってれば、はい、どんなポイントが出るのか、はい、全然逆転はあり得るんでね、yeah. トリックの難易度的にはもう全然トシキの方が上なんで、はい、ただね、本当にスイッチの今のね、アントニオ選手のダブルコークの完成度がだんだん上がってきてるんでね、yeah. そこも素晴らしいですよね。改めてファイナルファーストエア、山根俊樹選手が110ポイント、アントワン・トルシュ選手が273ポイントということで、もう山根選手、セカンドエアに全てをかける、そこに期待していきたいと思います。はい、以上、トゥータビッグエア・ユーザプルドーム、ファイナル・ファーストエアでした。ヤッシーさん、はい、もう言葉はいらないぐらいかもしれませんね。本当ですよね、はい、はい、本当にその17年の歴史がある中で、はい、日本人ライダーがいよいよこの舞台に、うん、そうですよね。本当に先ほどね、トシキにトリプル、トヨタビッグライダーの初の、はい、トリプルコークをね、ピタッと立ってもらいたいですよね、本当に。そうですね、はい、なんかこう大げさかもしれませんが、はい、日本人でよかったなって思う瞬間でもあるのかなっていう。本当ですね、このね、はい、今日2013年2月24日、歴史が変わるかもしれない。抱かれろ抱かれろ、今日さあ泣いても笑っても両ライダーによるラストエアとなります。それでは紹介しよう、スターティンググリッドに注目。まずはナンバービブナンバー4、神風カナディアン、アントワン
tradition from Canada. さあ札幌ドーム行こうぜ。まずはビブナンバー4アントワン・トゥルシュメインスタンスから行った。着地がというところ実はメインスタンスのフロントサイドのフレームシクスティですね。はい、先ほどもこの際にスイッチバックサイドダブルコークでずっと攻めてきたんですが、今回はメインスタンスの俺はいけるぞというところで見せてきたような、12-60まで持ってきましたね。いや、ファーストエアでもう273ポイント取り出しているんで、はい、ということもあるかもしれませんが、そうですよね、はい、本当にね、クオリフィケーションからファイナルまで登ってくるには、ライダーはかなりの本数飛ばなきゃいけないですね、はい、その辺のね、体力のあれもね、あるのかもわからないですよね。もうそれだけこの、はい、マンオンマンのトーナメント厳しさもあると厳しさですよね、はい、さあアントワン・トルションのセカンドエア64ポイントということで、ファイナルはファーストエアの273ポイントが採用されます。やや失敗の目を受けて、いよいよ日本一のライダー登場、楽しき、しかもファイナルラストエアですよ。そうなんですよ、本当に今大会の最後を飾るのが投資機なんですね。のがいや、はい、あのヤッシーさんもこう思うところ、なんかこう熱いものがあるじゃないですか。熱いものありすぎますわ、ね、はい、さあ、それでは紹介しよう。頑張って、その先の向こうへ展開を超えてほしい。頑張って、頑張って、頑張って、ビブナンバー30山根俊樹、毎年スキルアップしてるのがずっと好きやん。そんな中で今回、今年が
ああいうタイプしかいないからね。